え現在大学生です学歴中で自分より下のランクの大学を見下す人に対してヒルキさんならどう対処しますか僕は基本無視して絡まないようにしてますがこれは正しいのでしょうかえっ、ー、ともう、まあ、気にしないっていうのもあるんですけどそのなんか今日たまたまどっかで見たやつでなんかその同じ会社に入っててその 高学歴な人が学歴マウンティングをしてくるっていうのに対してそんな言いたく言ったのに僕と同じ会社にしか入れなかったんですねって言ったらそれ以上なんかあの学歴マウンティングしたくなしなくなったっていうのがあってなのでその学歴マウンティングする人ってその要は自分が恵まれた状況になってないので学歴マウンティングしたがるんだと思うんですよね。 例えばそのグーグルとか入ってたらそのグーグルという会社に入っててその時点でステータスを得られてるのでそのグーグルの中でじゃあ早稲田ですとか慶応ですとかって言っても意味ないと思うんですよじゃあそのグーグルの中でじゃあこういうソフトウェアやりましたとかじゃあそのこういうオープンソースのコミッターやってますとかっていうところで今度戦うようになるのでなのでその自分が自信に持てるものっていうのが何かあればそっちで戦うと思うので、まあ、そういうのがない人なんじゃないかなと思います。 多目的トイレを使うのが良くないっていうのはあの分からなくもないですけど僕もやったことあるんで <laughs> あの大学生ってお金ないじゃないですか。だからそういう